はいどうもこんにちは、ピアスです。今回はジョゼフ使いの方もジョゼフ使いじゃない人もね、全員買った方がいいというね、もう最強のジョゼフ衣装が出てしまったということで、今回遊んでいこうかなと思います。さあ、黒髪なのマジでかっこいいし、頭に何乗せてんのかっこいい、もうそれすらもかっこいいわ。で、写真の世界に入ってしまうと、もうブロンドヘアにね、なってしまうという、まあ、衣装で、もう何度ね、この衣装ビジュアルが最強でございます。最強なのに、まあいろいろなね、まあメリットがあるんですけど、もうほんとね、まず一番いいのはね、このね、ジョゼフでもう、なんだろう、黒髪と金髪両方が味わえてしまう間、そこ行ったのか。両方が味わえるのがまあいいし、まあその点だけだったらね、まあまあまあ普通のジョゼフ衣装だと思うんですけど、まあ他にもね、いろんな効果がありまして、なんとね、この、まあジョゼフ衣装めちゃめちゃ見た目がかっこいい上にね、なんとね、マッチング時間がめちゃくちゃ早くなります。もうね、1秒ぐらいになっちゃう、マッチング時間が。まあハンターってね、まあ結構待ちがちじゃないですか。まあ2分、まあ数分から、まあ数十分待つ、まあこともザラにあるんですけど、まあそれをね、防ぐ方法というのがありまして、この衣装を使ってると、まああら不思議、もう何分経ったかわかんないんですけど、体感1秒なのにもう気がついたらマッチングしてるっていうね、もうびっくりした。俺もう1秒か2秒か、あ、なんか10秒ぐらいしか経ってないなと思ったら、4分経ってるんですね、これが。ということで、まあ、マッチングが長くてね、ハンターできないって方も、この衣装使えば、もうあっという間に解決。まあ、ちょっと無理あるけどね、うん。まあ、っていうぐらいね、マッチング時間が俺あっという間に感じました。あとは、写真機もおしゃれと。さあ、こっち側。多分ね、こっち方面だと思うんだよな。絶対こっち側の一面を索敵していけば、はい、生還者の引っかかっていく。はい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 、治療しれ。もう気を使っちゃうか、これ。いいや。やった、いいの、ラッキー。これ相当ギリだな。で、今、起死回生吐けるけど、使ったとこでなってなってやめたな。あ、オッケー。ラッキー。最高のタイミングで使えたね。で、それで、まだまだね、他にもこのジョゼフ、買った方が理由がありまして、まあ、このね、見た目がかっこいいことにより、その気分の高揚、モチベーションの向上、さらには、もう、身体的な向上もあるので、もう、プレイがね、上手くなります。はい。今日は、あのね、皆さん、あ、むちゃくちゃです。僕が言ってることを全部信じないでください。むちゃくちゃです。まあ、ただ、ほんとね、めちゃめちゃかっこいい。さあ、ひじゃく使わせる。で、だからこの衣装さ、あれと似てるよね。ヨマ。オッケー。最近俺がガラテアでよく使ってる、あの衣装、ヨマとすごい似てるから、まあ、28でちょっと使えないけど、ペアでね、写真合成して、無理やりくっつけたくなっちゃうね。そんな気持ちを感じます。これ踏んじゃうか。いや、まあ今回ちょっと左は振ってないから減速効果は受けちゃうけど、まあ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 いいや。で、戻ってそっち側行く。まあ、そっち側行かれちゃうの嫌だな。あ、でも窓枠行かないか。オッケーオッケーオッケー。で、まあ写真の中入っていく感じね。まあこれ、裏入ってダウン取ってもいいけど、まあワンチャンやれそうな気もするんだよな、このまま。結構弾使ってるし。そっち側行くのか。オッケーオッケー。じゃあまあこれ戻ってもいいけど、まあ戻らずでいいか。よーし、追っていこう。さあ、ここでとどまる。さあ、もう多分ね、爆弾と1個ぐらいしかないんじゃない。オッケー。ダウン。白使って黒使ってるから赤か、残りが赤だけだね。で、こっち側戻っていきましょう。チェイス時間はね、まださすがに赤玉溜まるまで、なんか来てる、赤玉溜まるまではやってないはずだけど、さあ捕まえる。まあその後もセカンジで溜まるかもしれないな。どうしよう、これもう誰も9以上来れないから、まあ、空軍の銃が残ってるのがちょっとあれだけど、まあ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 、ここしっかりと圧だけかけていけばまあ大丈夫でしょう。傭兵がね、地下は回ってる。いただただだ、こんなイケメンに銃を撃つなんて、いい度胸してやがる。あとで、もうビシバシしばいてやろう。さあ、ちょ、眩しいんだよな、たまに。たまに眩しいのよ。さあ、これ、あー、まあ、弾使う。あー、それは強い。またな、この落下硬直も、まあ、若干ね、まあ、若干短くなってるんで。追いついていって、で、いた倒し。まあまあまあ、これ、鬼没が溜まりきるまでには、まあ、ダウンは取れそう。危ない。これ間に合うか。危ない危ない危ない。まあ、こんなね、まあ、これだけのイケメンですからね、電車に引かれるわけもなくね。これ、いける。よーし、危ねえ。ギリギリ。今の硬直が消えないのか。硬直、赤玉で消えるかなと思ったけど、なことはないか。さあ、捕まえて真ん中回してるか。それが間に合ったらめっちゃいいな。まあ、墓場もまあ上がっていいや。まあ、残り時代全部新規だから、まあ、ここの、まあ、S 字と、道子前とゲート前、まあ旧ゲート前、東京駅方面を守ればなんとかなるとは思うけども、上がっちゃったんだな、まあ、上がったんだな、これ、まあ、まあ気持ちでダウン取れるんだけど、ちょっと持ってくか、向こうが、あ、また回復始めた。なるほどね、奇襲警戒で一回離れたけど、こっち側に来たことが分かったので戻ったって感じか。オッケーオッケー。じゃあ上がんないかもな、そこワンチャン。ガン回しされたら上がったんだけど、さあそっち側いるよ。オッケーオッケー。傭兵がいい感じにこっち側にハンターが近くにいるってチャット打ってくれたら、こう回復止まりますね。でかっ、ここ守れるんだ。あー、割かし。あー、もう危な。ガン回しされてたら上がってたな。
よし、さあここ釣って、さあ生還者なしは釣ってるけど、まあ裏切るか、これさ鬼没あるから傭兵ダウン取ってもいいな。さあ表出させて、まあこれは釣れるかな。よしよし、いいね、マジでかっこいい。ちょっとこれね、俺の中でのナンバーワン衣装、ヴァンパイア衣装超えたね完全に。顔がねいい。やっぱね、髪を下ろしてるジョゼフね最強です。もうこれからの衣装全部下ろしてほしいね。っていうぐらいいい。まあただね、この衣装販売方法がエコー限定、まあ今ちょっとねセールになってて若干安くなってたけど、800エコー、まあ900エコー弱したんで、まあ課金限定になってしまうんで、まあ、無理にね、買う必要はないんですけど、まあ本当にねめちゃめちゃいい衣装なのでおすすめですという感じですね。さあ、ヒジアで使う、何個使ったっけ。2個は使ったか、もう1個ワンチャンな。さあ起き上がった、泥棒起き上がった。さあ鬼没警戒でヒジア手を使うか、使ってこなさそう。危ねえ、ギリギリ外したかと思った。よしよしよし、まあ全員起き上がられたんですけど、まあその間にねこの傭兵がダウン取れたし、傭兵ダウン取るまでの間回復の、住み具合ゼロっていうのがもう最高。まあまだ変えなくていいか。まあこっから鬼没使うかどうかはかなり怪しいけど、万が一ねこっからなんかもうミラクルチェイスがなんか起こって伸びた時用にもう保険の鬼没で持っとこう。まあこのタイミングだとまあ監視者に変えるのがまあ無難で強いんだけど、まあ傭兵だからねちょっと見捨てられちゃうときついっていうのもあって変えづらい。まあここにパラパラで1だけ保存しとこうか。ほい、さあ戻って、まあ右なりしてる、まあワンチャン救助狙ってるんだろうな。まあ救助させてもいいけどなこれ。まあしっかり待ってパラパラで戻ってでもやってもいいし、これいつ前に戻ろうか。さあいつ前に戻ってこの無限パラパラを使って、まあここでダブルで1記録してって感じが OK。 傭兵半分超えたんでこれ全然救助いってもいいや。あでも泥棒も全然いないな。ここ回、あ、いってる。いいね。ちょうどいい。泥棒も回してもないか。まあ、これで救助してくれるんだったら、傭兵のね、この20秒ちょいぐらい、25秒ぐらいが浮かんだな。オッケーオッケーオッケー。これいいや。こっち側追っちゃおう。傭兵追ってもいいんだけど、これ多分傭兵そのまま、殴らなくてもダウンしちゃうから、そのまま空軍追ってしまおう。さあ、ここで、裏入っていって、戻って、あ、いない。引き返しか、なるほど。え、それいる？オッケー。何その、逆にその駆け引き何。 OK、 さあとりあえずこれで捕まえていってよしよしよし、あえて立ち止まって出ないっていう新しい読みだったな。さあとりあえずこれもう一回地下釣って、で耳鳴り、めっちゃ耳鳴りしてる。ワンチャン泥棒が近場に回してきてる。あ、回してるわ。 OKOKOK、 あーまあまあ傭兵は騎士改正使ってもらって、その間に泥棒ダウン取ってって感じでいいかな。眩しいよなこれが。オッケー、さあこれでとりあえず板も破壊していって、どうしよう。まあ鬼没がねここで光ってくるわけですよ。この俺のお守り鬼没。さあ向こう側戻ってるんで、まあ、こっち側から窓枠だけ記録してパラパラで戻ってって感じにしようかな。ちょっと電車が来ちゃってるのがあれですけど、頼む電車出発してくれ。あー乗られちゃった。あ危ねえ、ギリギリ間に合った。しかも先回りも刺さっていく。でそこがあれだな、傭兵が回してる。え泥棒これ騎士解説使ったんかな、どうだろうな、あんま見てなかったな。さあとりあえずここでもう一回写真撮って、はいはい離れていく。まあその辺で多分とどまってるけど、ここで鬼没も復活したから、もうそんな裏殴りにかなくてもいいかな。オッケー、いた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 。さあイケメンが今から追っていくよ。これねいいね、ほんとね飽きないこの二重の感じ、わかるこれ。切り替えることによってもうこのダークなもう悪さ全開のもう黒髪ジョゼフを味わうこともできるし、写真に入るとあら不思議、もう超高精度になることもできるっていうね。はい、まあということで今回ジョゼフ使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。